笹目川は、埼玉県埼玉市南区及び、戸田市を流れる荒川水系の一級河川である。荒川の支流である。砂田堀、中央排水路とも呼ばれる。当初、水はけの悪い低地帯であった、現在の戸田市付近の農地改善のための大規模排水路の必要性から、中央排水路として計画され、 埼玉市南区の白旗沼付近から戸田市の笹目飛門で荒川に合流するまでの総延長約 5km 区間で整備された人工河川である。昭和10年頃に人工的に改作された。武蔵浦和駅や国道17号の近くから開居となる。ほぼまっすぐ南に流れて荒川に合流する。流水確保と水質浄化のため現在荒川から 導水管を川沿いに付設しない谷橋のすぐ下流から放流している。普段は最上流部約 1km はほとんど流れがなく、下流部も水が滞留し悪臭が発生しているが、大雨の直後などは国道17号付近にある水門が開かれ、浦和区の高台などから集まった水が、岸町緑道の地下を流れ一斉に流入することから、河川敷いっぱいに濁流が流れる。 ささめ川の白鷺、わら橋付近にある巨木に毎年つづくりをしている。悪臭が漂うほど水質は悪く、生物が住めるような状態ではなかったが、近代型護岸工事を施し幾分か改善された。以降、戸田、埼玉の市民団体や自治体などが、水質改善のため清掃活動及び、水質、生物調査の実施を重ね、また、 下水道整備も強化し、徐々にではあるが、改善してきている。現在ではこれらの努力により、鯉やメダカなどの淡水魚類、小型のカニエビなどの小動物やシラサギカも川うなどの野鳥も数多く目撃されるようになった。さらに2005年から2006年初めにかけて清流に、住む鳥として、名高い川ミが、笹目川でも確認された。場所は、埼玉市と、 戸田市の境のあたりとされそれ以来飛来し続けている。戸田市が沿岸の一部に笹目川遊歩道を整備し、花壇に色とりどりの花々やたくさんの植物、木々が植えられた。ベンチや石像なども置かれ憩いの場所や散歩道として人気がある。遊歩道以外の場所でも、あわら橋、三宮教間など沿岸でも積極的に花壇を設置している。上流から 上流から笹目川と荒川の合流点、ABCD 笹目川埼玉県、勝部川、笹目川、上戸田川こんな川を目指しています。国土交通省関東地方整備局、2017年5月21日閲覧、ありがとうございます。